ですね、このリハーサルスタジオにせっかく来たんですけども、以前から僕が思っていることを、今回ご紹介したいと思います。特にですね、初級の方、ドラムをあまりこう始めて間もない方に見受けられがちなんですけども、僕がこう学生時代の頃から、10代の頃からドラムをやってきて、なかなかこう自宅スタジオみたいな、こう自分だけのスペースっていうのは得られないので、公共の場にある、リハーサルスタジオ、誰もが借りられるところを借りてやっているんですけども、ずっとそれを、やってきて思っているのは、このドラムセットのチューニングなんですよね。こうドラマーにとっては、みんな一つのものをこう全員で、扱うので、セッティングもバラバラだし、チューニングも、それぞれ人個人の好みがあるんですが、一つだけここはですね、絶対にありえないだろうっていうポイントが一つあります。それがですね、この裏なんですね、ボドム、ヘッド。ここのチューニングをみんなおろそかにしていることなんですね。だいたいこう始めたての方っていうのは、音の変化にそんなに敏感ではないかもしれないですが、非常にこのドラムの太鼓の音がこうなんか全然、CD で聞いた感じとか、こう思ったようにいかないっていうことがあると思うんですけども、それはもちろんマイクを通していないので、こう生ドラムの音に聞き慣れていない方も多いかもしれませんが、それでもですね、マイクを通そうか通す前が、関係なくですね、このドラムの一番いい音っていうのが、この裏のサステインなんですね。ここが、ちゃんと響くか響かないか。確かに、こう、デッドチューニングといって、こうあえてですね、こうプロフェッショナルの中でも、マイクを通す中で、ダルダルに、バチバチ系な音を出すためにこうゆるゆるにチューニングする人もいますが、それでもそれはトップボドム、トップヘッドのお話ですね。トップでバチッとなる。ただし裏は張っています。ここが一つのポイントで、この裏ボドムヘッドをいかに張っていないかで、とても太鼓の音が汚くなるということ、ここをですね、皆さん注意してほしいと思います。こう何度もですね、こう僕は絶対こうスタジオに来たらですね、チューニングを一回行うので、こう以前来た人たちが、いかにチューニングしていないかっていうのが分かるポイントがあります。なぜならこのフロアタム、こいつをですね、こいつの裏をチューニングするので一回ひっくり返すんですね。そしたら木くずがブワーッと出てきます。これってもうまさしく長い間こう裏にしていない、つまりチューニングしていない方が多かったということを証明していると思います。これ1日で 2,3 時間入った程度でこんなに木くずがブワッとなることってありえるかもしれないんですけど、そうそうない。なのでいかにですね、この裏をですね、チューニングしていないかっていうことが、まさしくわかると思います。で、案の定ですね、やっぱりこう、ダルダルになっていたり、必要以上に硬くなりすぎていたり、やっぱりこう、裏をですね、こうきっちり貼るっていうこと、ここができていない方がですね、非常に多いと思います。ベースドラムでもそうですね。キックポイントは、比較的緩やかというか、ゆるゆるでもいいんですが、裏のサステインを全然締めていない。もしくは、このベースドラムに限っては、この下の部分っていうか、地面についている、2つのボルトの部分だけ、やっぱりこう少し持ち上げて、チューニングしないといけないものもあるので、その2つだけなぜか、締まらずに、こう他の部分、やりやすい部分だけこう緩めたり、締めて、必要以上に締めていたり、やっぱり均等になっていないっていうことが非常に多くてですね。この、バンドでやるにしても、自分個人でやるにしても、やっぱりより気持ちいい音でやった方がモチベーションにもなるし、練習もしやすくなると思うので、ぜひですね、この裏、ボドムヘッドの、ここのチューニングですね。ここにも、ぜひですね、心がけてみてください。で、こんなの、やってる暇がないとか、やらずにさっさと練習したいんだ、時間が借りてるし、みたいなこともあると思うんですけども、それって大体ですね、仕事のパターンでも一緒ですけど、休憩せずに仕事するみたいな、そんなニュアンスがあって、やっぱり一回ガチッと気持ちのいい音、を作っておかないと、
例えば2時間3時間、スタジオを撮ってもこうほぼ大半、それだけに無駄にしてしまう。でやっぱりこうやりながらでもなんか気持ち悪いって思いながら、何が悪いんだろうってどんどんやっているとどんどん、そこが集中、練習に集中できなくなるので、一回もう入ったらガチッとセッティングする、これをですね、この時間をまあ10分なり15分なりでいいのできちっと決めておくと、ここが非常に、大切なポイントとなってきます。でやっぱりこうリハーサルスタジオなので、もういろんな人が入ってくる、いろんな好みがあって、こうシンバルがこう高くなっていたり低くなっていたり、このタムズの角度だったり、もういろんなことでセッティングに一番、時間がかかるのが多分ドラマーだと思うんですよね。なのでここのチューニングをしっかりですね、こう勉強して自分の中でこうこれだっていうものを作っておく、ここがやっぱりこう時間が限られたスタジオの中で有効に練習できる技となるので、ぜひ皆さんもですね、この裏のボトムヘッド、ここをしっかり均等に締めるということ。だいたい僕はスネアでもかなりカチカチめにしてます。こんな感じの音ですね。でタムでもだいたいですね、テーブルチューニングというんですが、この普通の台、テーブルとして扱えるぐらいの硬さ、フロアでもこんな感じの音にしています。こうサステインが聞こえたです。でこう音がやっぱり響く、ここまで長く響く、こんな感じですよね。ここまでですね、裏は締めて、しっかり締めておくと。でこれで、まあ、例えばマイクを通したとしても、まあ、こんな感じの音に仕上がるので、ぜひ、皆さんもですね、試してやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。